遠い昔、世界がまだガイアと呼ばれ、そこには様々な種族が平和に暮らしていた。東の国を支配していたのは魔元州である。魔元州の王アスファーは、その息子ガルギアに王位を継承させ、無限のエネルギーを持つという伝説の指輪タイタンを授けた。タイタンによって強大な力を得たガルギアは、神の掟を破り他の国に侵攻する。そして侵攻を反対する父アスファーを光の谷に追放した。神はその行為を許さず、ガルギアと魔元州を水晶柱グラードに閉じ込め、海底に沈めた。数千年の時を経て、魔元州とその王ガルギアがグラードの中から復活した。さあ始めるか。メディアスは黒の軍団を率いて人間界を落とせ。ルザード、ダルゲンは俺についてこい。無限界バニティ城を攻める。魔元州以外は全て殺せ。ただし、女王バルノを生かして捕らえよ。相変わらず女には甘いようで。敬意を表して、この俺の手で葬りたいだけだ。魔元州の攻撃によって、人間界は崩壊した。女王バルナの治める無限界も魔元州によって陥落した。世界はガルギアが率いる魔元州のものとなった。バリスの戦士ユーコが天に去った今、魔元州を止める者はいない。レナ、どこへ行くつもりだ。タム様、バルナ女王が今日処刑されると聞きました。助けに行きます。おいおい、マジかよレナ姉さん。俺たちレジスタンスをおびき出す罠かもしれないし、一人で乗り込んで何ができるんだよ。あまりに危険すぎる。チャム、レナに行かせなさい。ユウコの声、どういうことだ。行かせてください。私は戦士です。戦いで死ねるなら本望です。わかった。しかしくれぐれも無理はするな。しょうがねえな。今さらバルナ女王を助けても何の解決にもなんねえが、暇だから付き合ってやるよ。We'll be right back.
小娘が少しはできるようだな。私はレジスタンスの戦士レナ。バルナ女王を返してもらう。俺の名を知っているとは光栄だな。死んでいく前に名前を聞いておこう。墓石に名を刻む必要があるからね。やばいな。だから俺はやめた方がいいって言ったのに。私はレジスタンスの戦士レナ。お前の命をもらう。あた。ダルゲンを倒した力は見事だったな。しかし俺の真の姿を見て生き残った奴はいない。レナネアさん、このまま引く気はないよな。奴を倒してバルナ女王を助ける。わかったよ。やるなら一気に行くぜ。はぁ、やっ、死に急ぐか。とどめだ！なんだ？なに？傷が消えてる？傷は私が治した。レナとアム。何でも知ってるみたいだが。一体何者なんだ？私の名はアスファー。ガルギアの父親だ。父親？それがどうして私たちを助けてくれたのですか？ガルギアがあのような姿になってしまったのは、私が無限の力を持つタイタンの指輪を授けたためだ。私にはタイタンを取り戻す義務がある。今のガルギアを通すにはバリスの剣が必要だ。バリスの剣を受け取るにはバリスの戦士としての資質がいる。その資質を持っているのはレナ、お前だ。バリスの剣、あの伝説の。ガルギアを倒したいならバリスの剣を授かるために天界へ行く必要があるが、どうすれば。そんな面倒くさいことできるわけねえよな。わかりました、天界に行きます。おいおい、展開なんか死んでから行っても遅くないよ。私は一人でも行く。なんて姉を持ってしまったんだ。せっかく助かった命を。Thank you.
Thank you.
Thank you.